やっぱり相変わらずグリーンが素晴らしいので、グリーンのスピードにこ うまく対応していくということが大事だと思います、はい、そうですね、多分今週ちょっと気温も下がると思うので今までの、太平洋マスターズとはちょっと違う、雰囲気になってやっぱ寒さに誰がうまく対応できるかっていうのも大事になってくると思いますし、忍耐の部分も大事だと思うので、違う要素も加わってくると思いますけど基本的にグリーンだと思いますね、はい、そうですね、まあ、毎年やっぱり同じ場所で行われている41回目、になって本当に御殿場の地元の皆さんにも支えられて本当に素晴らしいトーナメントだと思うのでぜひ初日から盛り上がってほしいなと思いますし、まあ、自分はそうですね自分のプレーをもちろんするんですけど、初日っていうのはいかにうまくスタートするのが、まあ、大事かという部分なんで静かに、うまいことスタートして2日目以降につなげていければいいなと思います。はい、わかりました。ありがとうございました。